スプリンググランド、プリズマティックスプリングは、アメリカ合衆国イエローストーン国立公園、ミッドウェー関決泉地域に存在し、行政区画的には、ワイオミング州、キトン郡に位置する、同国最大の熱水泉であり、世界的にも、ニュージーランドのフライングパンレーク、ドミニカ国のボイリングレークに次いで、第3位の規模である。 グランドプリズマティックスプリングは1871年に行われた配電地質調査において地質学者が注目し、その印象的な色彩から命名された。その色彩には青、緑、黄、オレンジ、金、赤及び茶が含まれ、光学プリズムによる白色光から虹色への分散を思い起こさせる。この泉に関する初めの記録は、 初期ヨーロッパ人探検家及び測量師によるものである。1839年、アメリカンケガー会社のケガワ獲得のために罠を仕掛ける一団がミッドウェー関結泉地域を横断し、直径90メートルの沸騰する湖との記述を残しているものが、おそらくグランドプリズマティックスプリングである。1870年、後に、 イクセルシアと名付けられる近くの間欠泉を記録するウォッシュバーン・ラングフォードドーン探検隊が泉に訪れている。泉の鮮明な色彩はミネラル豊富な水の周りに形成されるバクテリアマットの中で着色されるバクテリアによるものである。バクテリアは緑から赤までの色を生じ、バクテリアマットの色の量はカロテノイドに対する 葉緑素の割合及び他の種よりもある種のバクテリアに有利となる水温による。夏にはバクテリアマットはオレンジや赤になる傾向があり、冬は通常濃い緑である。水域中央は極度の高温のため無菌状態である。水域中央の水の濃い青は水が行う可視光線からの選択的な赤色波長域の吸収に起因する。 本質的な水の青によるものである。この効果は、すべての大きな水の集まりを青くする原因だが、グランドプリズマティックスプリングでは、泉の中央における水が高純度で、深さもあるため特に著しい。泉の大きさはおよそ80、90メートルであり、深さは50メートルである。この泉は、摂氏70度の熱水が、毎分2100リットル湧き出している。 ありがとうございます。